どうもテラスパンパスの高台です。今日は久しぶりに東海オンエアさんをパクっていきたいと思います。今回やっていく企画は柴犬さんの考えついた曲名なんだろうなクイズです。それぞれ一人が曲を作ってきて、そのタイトル曲名を当てるというクイズですね。詳しくは概要欄に本家の動画を貼っておくので、よろしければご参考にしてください。今回は一人一問ずつ作ってきて、他三人が答えるという形式でやっていきます。では本編へどうぞ。じゃあ早速やっていきますか。やっていきましょう、はい、行きましょう。じゃあ誰から行く。じゃあ俺から行く。はい、じゃあ潤から行きましょう。でこれはまあ、歌詞は僕らの見えない状態で、もっと耳で聞いただけで当てないといけないというか、やばいですね。僕らも耳超えてるんで、でもまあね、大体いけると思いますね、うん、じゃあ流しますね。はい、誰しも始めは鳥籠の中、避ける導き出したものだけが残る、モサがひしめくここは戦場、前方自分満たす片瀬愛をブレショッパなからぶっ飛ばす、折り返し天いざ外の景色を見に行こう。ミックスに問題があるぞ。聞き取れ。リストできへん音。リストできへん。まあでもなんとなく。あ、そっち？何箇所か聞き取れたんで。これ下ネタですか？え？あ、じゃあ違うっぽい。やってもらえますか？健全なチャンネルだし。じゃあ何？そらけないこいつが。ルームやぞ。もうこれ聞いたら分かるって単語は3個ぐらいはあるかな。あ、じゃあこれか。3個ぐらいはあるよね。じゃあ誰か行きますか。自信ある人。やばいやん。自信がないですね。自信ない。じゃあ向こうから行きますか。はい。まあ純くん理系なんで、これ数学について歌ってるんですね。考察は最初鳥籠カッコの中をなんか計算するんで、ほうほうほう。で猛者ばっかで難しい問題ばっかだよね。じゃあ僕YouTube かなと。なるほど。まあなんか鳥籠の中、戦場猛者が飛び込む中、しょっぱなからぶっ飛ばして、YouTuber としてのあれを語ったのかなと。YouTube かなっていうタイトルは。そんなひねりない。はい、まさかの。僕は麻雀です。麻雀、俺最初麻雀について曲しようと思って。麻雀ももう正解決まった。正解は、自動車免許教習所です。全然違う。お前よかった。でもひねりあった。 YouTube ひねりしかないよ。誰しも初めは鳥籠の中、まあこれは免許教習所の中で。ああ、なるほど。仮面取る前で仮面取る前出ません。はい、でまあこのあとめっちゃ大事、前方注意助かったぞ相棒。これは教官が危なくてブレーキを踏んどる。ああ、分かるかんだ。もうじゃあもう次高台行こう。僕の問題いきます。よし。後戻りはできない元には、優しに侵略された好みは、謎夢力秘められたリスト、痛み不安傷負うソリスト、ブルーエンレッドバトイチを舞う赤怪物から救うニューヨーク、敵の毒素日本を貸し中、地球儀を背負い今日も戦う。あのね、ミックス聞き取りすぎ。こんな声小さい。聞き取りすぎ。ちょっとミックス。ミックスしに行く。まあでもなんか大体なんとなくつかめたわ、イメージは。いや、分かったら分かると思うこれ。でもあ、待って、分かったかもしれない。結構あれですよね、序盤に結構でかいヒントあったなこの曲に。もう俺これ仕事をもらいたいもん。これそれぐらいの気合で歌詞書いたから。え、待って、もう分からん、分からん。もうね、仕事欲しいで結構マジで、あ、じゃあこれかなって分かって。俺は仕事欲しいでこれじゃないやってなったからね。俺自信あんねん、これ最後だし。あ、いいっすよ。あ、俺から行くから。これ、あ、じゃあそれお前から行こう。それはじゃあ黒から。ヒーローだと思います。ヒーロー、宙を舞うからヒーローとか。待って、宙を舞うとか言った。待って、お前宙を舞うだけでヒーローやった。じゃあ赤。はい、僕は消防士かなって。ああ、なんか戦うとか痛みとか戦うみたいなね。いいね、優しさを身にまとい、優しさを身にまとい、消防士か。ああ、いいね。でもこれ仕事多分もらいたくない。まあ見してあげましょうと答えを。ああ、じゃあやります。答えというやつ。そんな自信あるんやったら来る時大体間違ってる。まあ僕はでもレッドと戦うでもこれやなと思いまし
ました。サトシ、ポケモンです、ポケモン。サトシ。おー、なるほどな。レッドと戦う。確かに最後レッド、ライブ宿敵レッドと戦うわけですよ。おー、すごい、すごい。仕事欲しい、ポケモン大好き。違います。違うかい。え、じゃああれ、バファリン、バファリン。バファリン、バファリンもちゃう。正解はスパイダーマンでした。うわ、マジ惜しいやん。え、まあ、地球儀を背負い今日も戦うっていうのは USJ の地球儀。ああ、最後の地球儀を背負いは聞き取れたけど分かんない。八つ足に侵略されたっていうのがあったよ。うわー、映画やんな。雲、雲、うわ、そこまでが分かる人は分かる。じゃあ僕の作ってきた曲こちらです。はい。朝から動く、何か探してる、ニコニコしてる、たまにキリッとする、アメリカ、ロシア、基礎的たれしんげん、 I like a beef、 それ以外はいらねえ。 Wake up, wake up, wake up, wake up、 目覚めろしさ、 Get up, g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 et up, picture、 家庭、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 絆、ホセ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 、フロア、よ。うわー、わかった。えぇ、いや、これでもわかったよ。うわ、マジで分かった顔しとるやん、お前。いや、マジ結構分かったよ。まあ、ヒントとして俺が、まあ、好きなもんですね、やっぱり。アリオンライフで進めない。ヒント、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 生物かな。分かったかもしれない。生物、生きてます。まあ、これかな。はい、じゃあ広大、広大からいこう、広大から。アメリカ、ロシア、冷戦。生物。あー、もう無理。あ、お前、マジか。俺が聞き取れたのは、朝起きてキリッとするみたいなことよね。あー、じゃあ多分順違うんでちょっと出してもらいましょう。ピピピブンだ。え、正解。正解。すごい、すごい、マジか、マジか。なんでした。シベリアンハスク。うわー、ちゃあっといや。あのね、まあちょっと聞き取りづらかったかもしれんけど、ウェイクアップ、ウェイクアップ、ウェイクアップ、目覚めろシスターって言ったの。あれって、ブンタってあの、取り寄る人がお姉ちゃんって言ったの。で、ブンタが弟みたいな、そういうポジションでやっとるけん。おい、当てたやん。すごい。ドンピシャ、ドンピシャ。マジかー。え、その朝起きて、どうやってブンブンタ出てきた。いや、全然生物だけで、あ、生物か、ブンタかな。うわー。じゃあ次俺っすね。こいつですよ、問題は。え、どう、今まで聞いてみて、うん、やばい自分、さらに。いや、正直ね、圧倒的にむずいよ。マジ無理や、それは。じゃあ聞いていただきましょう。はい。両腕に灯す道しるべ、日本を背負い走る Victory、 全て Victory、 俺は Victory、 君も Victory、 敵を打ち抜く会心の一撃、ジャパニーズ侍、 It's so good、 くじけない鋼のメンタル、右の心臓に手を当てろ、夢見る子供に与える希望を走り続けろ、キースケ、ホンダ。いやいやいや、待て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 、ホンダ、ホンダ、ホンダ、キースケ、ホンダ、ホンダ、ホンダ、キースケですね。待て待て待て、さあ、これ難しいと思いますけど、やっていただきましょうか。待て待て待て、どうしたどうした、え、どうした、なんか、そう、これかなっていうのが確信に変わった。いやいや、いや、でも、なんでやろ、わからんわからん、まあな、正確なあれができんかもしれんけど、なんか最高難易度のはずやのに、なんかすごい自信がある。いや、でも結構難しいかなと思うけどね、タイトルやからな。そうそうそう、じゃあみんな書いてもらっていい。うん、難しいと思うけど、うん、まあヒント言うなら、まあ、まあ人かな。みんなかけた、みんなかけた、かけた、かけた。じゃあ、せーのでいこうか。じゃあ行きましょう。せーの、本田圭佑。正解。はい、動画見てくれてありがとうございました。まさかのオチでしたね。本当にびっくりしました。あとすいません、本当に本田圭佑さんの字を2人も間違えているという、本当に本田圭佑さん申し訳ございません。本当に以後気をつけます。はい、で最後に告知なんですけど、11月11日に、愛媛県の松山市 W スタジオレッドでライブを行うので、まだチケット間に合うのでぜひ来てください。あと11月17日に
東京ドームシティでハイタッチ会も行われるので来てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、テラスコンバンスでした。